えとスウェーデンと日本はあ間もなく国としてのお付き合いを始めて150年を迎えようとしています。 長い歴史の中でヨーロッパの北に位置するこのスウェーデンがそれほど大きくない国ながらしっかりやってきているこういうことをこの150年日本の国民はみんなが見てきました。大変強い尊敬のししで見てきましたとりわけ戦後の日本を作っていく上でも このスウェーデンというものが大きな支えとなってきたのは紛れもない事実ですで今日日本は世界第3位の経済大国として世界に対する責任を果たしていかなきゃならない。スウェーデンは EU の一員としてこれも世界の中で EU を通じそしてスウェーデン自身が責任を果たしていかなきゃならない。 この150年の歴史の中で大変あのお互いの愛称というか国民性がよく分かってきた間柄です。もちろん歴史も性質の違いもさまざまありますけれどもお互いの愛称がこんなに分かり合っている国というのは国民というのは世界の中でもそれほど多くはありません。 これから国際政治経済そしてこの EU の中でもあるいはアジアでもさまざまな変化がありますけれども共通の価値観とこれまでの非常に成果のある両国の関係というのを踏まえて本当にいざという時の友人としてお互いを見つめ合っていけるように大いに さらにあのお互いに対して学び合う気持ちあの尊敬の気持ちとそして持続的なあの相手に対する受容する気持ちというものを大切にして、えー、共同作業を積み重ねていくこれがまあ基本であろうと思いますしそれを毎年毎年あるいは毎,毎月毎月こうお互いの国民そして関係する人たちが繰り返していくことだと思ってます。 では私自身のことについて触れたいと思いますがおおむね、えー、約60年ほど人生をやってきましたが間もなく私は自分の人生の10分ののをここスウェーデンで過ごすすとになります、えー、個人的に言うとあまり他の外国をよく知りませんので、まあ、私にとってスウェーデンというのは自分の 本当に一部になっている大好きだというだけじゃなくて自分の人生あるいは仕事いろんな意見を形成する上で大変にお世話になったという感謝の気持ちを持って毎日過ごしております。 スウェーデンから学ぶ」ということではそれこそスウェーデン社会研究所を起こしたお一人である小野寺さんご夫婦この人力を忘れてなりませんがそれに基づいて日本においてスウェーデンの社会福祉医療年金などがさまざまに紹介されてきました。まあ、一部ににはもう本当に 雲の上の上国だということで仰ぎ見て学ぶというような時期なりそういう考え方の人たちもたくさん出ましたが言い悪い別にしてそういう人たちのおかげで日本も随分社会のさまざまな安全保障措置というものが発達したし個人のクオリティオブ・ライフというものあるいはノーマライゼーション そういう様々なあの大事な事柄というものを学び日本なりの仕組みに発展させることができました、えー、先日と言いますか今年の1月ですけれども日本に認知症のグループホームを初めて紹介されたアスウェーデンの方が外国人助訓を受けられました大変嬉しいことでございますが しかしそこまで日本が来たことによって仰ぎ見る福祉国家スウェーデンということから一緒に手を携えて走る福祉国家であるしまたあのグローバル経済の中でスウェーデン人がこれまで積み上げてきたものを土台にして活力ある福祉国家あるいはもう横を駆け抜けていくばかりの勢いのある 活力国家として今欧州の経済危機の中でも光り輝いているレジリアントジャパンとよく震災の後言われましたけれどもこの欧州危機の後にもおそらくレジリアントスウェーデンということで強靭なスウェーデンの姿というものを私たちは発見するしそこから大いに学んでいくところがまた出てくるものというふうに考えています。